アンドレイ・ジダーノフ批判の対象となったプロコフィエフ、ショスタコービチ、ハチャトリアン、左から、1945年、ジダーノフ批判は、ソビエト連邦共産党中央委員会による前衛芸術に対する荒探しと、それに伴う芸術様式の統制である。1948年2月10日に公にされた。この批判を推し進めた人物、中央委員会書記、 アンドレイ・ジダーノフにちなむ。1958年5月28日に宣言が解除されるまでの10年間について、旧ソ連では俗にジダーノフシナとして知られている。ヨシフ・スターリンの島で有効とされた。形式上は、場の村出リのオペラ、偉大なる友情への非難を目的としたものであった。しかしこのオペラは、前衛的であったどころか、むしろ聴衆の間では大人気であった。 そもそも非難の発端は、このオペラがカフカス地方を舞台として戦争を描いており、その描写にスターリンが激怒したことにあったとされる。ジダーノフがこの木に乗じて社会主義リアリズム路線に反するとみなし得る、より抽象的で怪獣な作風の作曲家をまとめて、急断するために、ことさら村デリへの非難を仕掛けたというのが、ジダーノフ批判の実態であった。後に、 プロコフィエフ、ミャスコフスキー、ハチャトリアン、カバレフスキーら、ソ連国内の多くの作曲家が批判の対象となった。中でも、真の攻撃対象は、ショスタコービチで、その他は、メクラマシのために言及されたという可能性も指摘されている。この宣言は、翌年4月に、ソ連作曲家連盟の特別会議において追認され、攻撃された側の多くは、 自己批判を公にすることを余儀なくされた。ソ連分断ではいち早く1946年に風刺作家ミハイル増ンこと詩人アンナアフマートワに対して同様の攻撃がなされた。ありがとうございます。